엄마 돼지 엄마 돼지 때문에 なんだろう 개 시리즈の 개 시리즈가 生まれる 前夜の 系図です。ですからこういうスポーク通りにマフラーも違う、タンクの形状も違う、そしてこのヘッドもね、こう垂直にこう入ってて斜めノズルじゃない、あと S シリーズのね噴射ポンプ、やっぱりねあんまりこうかかりが悪かったそうです。 山岡って書いてあります。山岡内燃機。今日ね、朝から早くからエンジンかけようと思ったんですけど、本当にねかかりが悪くて、テーラー少年とディーゼル少年大輔くんにいろいろ見てもらったんだけど、なんとかねエンジンはかかりました。ただ テーラー少年たちが言うには、このエンジンはねとてもねかかりにくいエンジンだと言ってました。これを持ってる方々のエンジンを見ても、どれもこれもやっぱりエンジンのかかりが悪いって言ってました。ですから意外と運転会には皆さんこれを持ってこないんじゃないかという話を、テーラー少年から聞きました。 本当にね今日はねかかりが悪かったんですよ。全然かからない。ですからお助けモーターを借りまして、なんとかかかりました。もうそれでかかったらそれ以上は絶対止めない。今日はこのまま回し続けますって感じでずーっと回ってます。ただね白煙が多いんだよね。 やっぱりノズルの状態も良くないのかな。白煙が多い。私的には気に入らない。いやーこれは一苦労だった。